午前の授業も終わり、昼休みになった。勉強道具を片付けて弁当を取り出すと、ちょうど総務がこっちに歩いてきた。やっと飯の時間だぜ。腹減ったわ。誰かグーグー腹なってたけど、お前か？まさか。え？聞こえてた？お前だったのか。俺と総務の席は間に二人いる程度の距離。わずかだが腹の音が聞こえていた。そのつもりはなくても、授業中に腹の音が聞こえたら少しくすって笑ってしまうよな。現に総務の両隣に前後の生徒は肩がプルプルと動いていたし。今度から間で何か食うべきかな。菓子でも持ってくればいいじゃん。校則で別に禁止されてるわけでもないし、学校のゴミ箱に捨てたりせずに自分で持って帰れば誰も文句は言わないだろう。ソーンが机をくっつける中、もう一人男子の声が耳に届く。二人ともお疲れ様。いやー、眠かったよ。寝てたじゃん。わかった。後ろからだからよく見える。この声をかけてきたのは渡辺健一。彼もまた孫悟と同じで、よくクラスで話をする男子だ。孫悟はスポーツのできる男子だとするなら、健一は勉強ができるタイプってところだな。基本俺たちは何かがない限りはこの三人で昼食を食べるのだが、今日はもう一人増えそうだ。孫悟、来たよ。お、来たか。パタパタと廊下から駆け寄ってきたのは隣のクラスの女子。孫悟の名前を呼んだからわかると思うが、新庄ゆかといって孫悟の彼女だ。ち、リア充め。ちなみに俺もそうだが、健一にも彼女はいない。健一は勉強ばかりな印象だが、実を言うと、ラブコメとかの小説を読むのが大好きだし。だから物語の青春に憧れる一面もあるため、こうして彼女持ちの男に毒を吐くこともたまにあるのだ。はい、そうご、お弁当。サンキュー。彼女からの弁当は本当に嬉しいぜ。ちぃ。健一、再びの舌打ちである。今にも孫を殺してしまいそうなくらいの目をしているが、どこまで行っても俺を含めこの三人は友人だった。孫悟と新庄さんの仲も応援しているし、この気に入らないと言わんばかりの態度も愛嬌と思えば問題はない。ないよね。それから俺と孫悟、健一と新庄さん交えて昼食の時間だ。姉さんの作ってくれた弁当を取り出して蓋を開けると、色とりどりのメニューが俺を待っていた。朝にも言ったが、クソみたいな感想をしている姉さんではあるが、俺の弁当もそうだし、家での料理も全て作ってくれて、料理の腕はピカイチ。それは兄さんも認めているほどだ。相変わらず美味しそうだね、神里くんのお弁当。本当だよな。お姉さんが作ってくれてるんだっけ。ああ。ちぃ、なんで舌打ちをされたの。姉に弁当を作ってもらうなんてリア充だろ。そうなのか。だって血のつながった姉だぞ。まあ確かに姉は美人だ。美人だが、何度も言うが、男の絶望した顔が好きっていう性格破綻者だ。それで一体何人の男を支配して壊してきたのか、想像するのも怖いので頭を振って忘れることにする。卵焼きを口に運んで噛む。うまい。胃袋をつかむという言葉があるが、姉さんの料理は本当にうまい。これで他の麺が普通なら結婚でもしていい奥さんになれるのにと少し残念に思う。は？弁当を食べている時、ふと視線を感じて俺は周りを見た。昼休み特有の喧騒は相変わらずで、誰も俺のことを見ておらず、みんなが談笑しながら昼食をとっている。レン？はい、いや、なんでもない。よくあるんだよな、こうして視線を感じることが。考えすぎ？自意識過剰？仮にそうだとすれば俺って痛いなって納得できる。しかしこう何度も感じるというのは逆に怖くなってしまうのだ。俺の視線の先、孫悟と新庄さんの向こう側では、夢野と有坂が一緒に弁当を食べている。何かを話しているのか、楽しそうにお互いクスクスと笑っている。夢野はいつもと表情が変わらないが、有坂は頬を赤くしていて、なんだろう、
ういういしい感じがして微笑ましい。この二人が後にくっつくと知っているのは俺だけ。だから諦めろ。有坂を見て肉肉しげに見つめている男たち。あの子は有坂のもんだ。でも結局は兄さんが。なんだっけ、兄さんと夢野が出会うきっかけって。確か中学時代の派手な友達に再会して、その彼女に遊びに誘われた時に出会うのが兄さんだったはず。確かそうだ。いずれにせよそのイベントは2年になってから。それならまだ気にする必要もなさそうだな。そのようになんとなく弁当をつつきながら二人を眺めていたら、夢野と視線があった。はっとして視線をさらそうとしたが、なんとなく不自然な感じがして俺はウィンクをした。いや、なんでウィンクなんだよ。あ、笑われた。今のこの顔ならそこそこ様になっていると思ったのだが、どうやら夢野に鼻で笑われてしまう程度の力しかなかったらしい。夢野は笑顔で控えめに手を振ってきたが、何を勘違いしたのか、夢野と俺の間にちょうどいた男子が喜んでいた。それで昨日、健一？渡辺くん？孫悟と新庄さんが健一を見て首をかしげていたので、俺も見てみると、ぽーっと顔を赤くして夢野さんの方を見つめていた。なるほど、健一お前もか。新庄さんもちらっとその姿勢の先を見て、はぁ、と納得する。夢野さん本当に美人だよね。その上スタイルも良くて、羨ましいな。何言ってんだよ。ゆかだって美人だぜ。俺はゆかしか見えないくらいだ。相互のバカ。相互に抱きつくように胸元に顔を埋めた新庄さん。そんな新庄さんをものすごく優しい目で見つめている相互。でも君、朝に夢野に対していろいろ言ってたよね。何だったかな。美人で、気配りもできて、おっぱいも大きくて。レン、一週間ジュースをおごってやろう。サンキュー。ん？何の話？何でもないって。好きだぞ、ゆか。私も大好き。そして目の前で始まったバカップルの絡み。おい、ケイチ。手に持っている箸が折れるから、それ以上力を込めるのはやめておけって。リア充、滅ぶべし。なあ、レン。俺たちはずっと、ヒリアでいような。俺だって彼女欲しいんだけど。俺だって欲しいに決まってるだろ。作る努力をしようぜ、お互いによ。ゲームだと簡単なのに、現実は難しいから嫌だ。さようか。これはもうダメかもわからんね。それからバカプルの絡みを眺めながら昼食を食べ終え、新庄さんが自分の教室へ戻ったのを見届けて、俺たちは揃ってトイレ。学生だとこういう光景よくあるよね。床成分補給できて俺は満足だぜ。はいはい、それはようござんした。俺はそこでまた視線を感じて振り返った。廊下にいる生徒の数は多く、誰が俺を見ていたとしても不思議ではない状況だ。まあもしかしてさ、俺は今これ人に見られていると思ったけど、幽霊っていう線もあるのか？俺は基本幽霊とかいると思っているタイプの人間なので、割とマジで怖いんだけど。用を足して教室に戻り、次の授業の準備をする。くしゃっと。また机の中に手を入れて聞きたくない音が聞こえた。うわぁ。彼女が欲しいって本当ですか？私があなたの彼女になりたいです。ぜひなりたいです。本当に好きなんです。愛してるんです。好き好き好き、大好き大好き大好き。これ、さっきの俺と健一の会話のことだよな。確かにそこまで小さな声じゃなかったし、聞こえていた人もいたかもしれない。それにしたってこんなすぐに。当然のことながら俺はあたりを見回す。誰も俺を気にすることはなく、授業が始まるまでの時間を楽しむように談笑に花を咲かせている。男子のいたずらか？でもこの丸っこい字は明らかに女子のものに見えるけど。とりあえず不気味だったので、この手紙はくしゃくしゃにしてポケットに入れておく。後でゴミ箱に捨てておくことにしよう。
スマホが震え、何事かと思えば、姉さんからメッセージが届いていた。今日の夜は何が食べたい？そんなシンプルな問いかけ。何でもいい。は、さすがに作ってもらうのに悪いな。適当というわけではないが、ハンバーグと伝えておこう。返信すると一切の間を置かずに了解の二文字。もしかして、ずっとスマホを見ているのでは？とはいえ、姉さんの料理は美味しいし、楽しみにしておこう。